おはようございます。 CBC テレビ新人アナウンサーの松本道也です。本日研修3日目でして、本日はまだ朝なんですけれども、研修の前に少しスタジオをお借りして、これまで習ったことの基礎を少し発声練習をしております。普段慣れない声の出し方を2日連続でやったせいか、ちょっと喉が痛くというか、なんでしょうか、なんか詰まるような感じになってるんですけれども、無理せずに頑張っていきたいと思います。そして昨日言われたポイントで、一つ自分の中ですごく印象に残ったっていうか、いいなって思ったのは、どんな文章にも今意味があるから、その意味っていうのをしっかりと理解して、自分で満足するんじゃなくて相手に伝わるように読んでいく、その意味を理解した状態で、その意味ごとを、皆様にお伝えするっていうことが、できたらいいアナウンサーになれるんじゃないかなっていうふうに思っています。でまだ苦手な理濁音とかまだちょっと苦手なんですけど、頑張っていきます。はい、そんな感じで今日も頑張ります。